ごきげんよう宇宙天の川銀河太陽系第三惑星地球、日本の東京に住んでいるスイカメです。本日の動画は、こちらスイカメちゃんとタロットリーディングの動画だよ天秤座の皆様、ごきげんようスイカメです。はい、今回はこちら 2023年11月の運勢リーディングとなっております。よろしくお願いいたします。はい、それではね、まずはちょっとご説明させてください。こちらの星座占いですね。はい。天秤座さんじゃなくてもよろしいですし。 はい。また、この月じゃないといけないということはございません。見た時がタイミングですので、好きな時に見て、えっと、メッセージ受け取ってもらえたらと思っております。えー、またですね、太陽星座、月星座、リリース星座などですね、好きな用途で見てもらえたらいいなと思っておりまして、またね、その星座じゃなくてもいいんです、別に。今日の運勢みたいな感じでね、見てもらっても大丈夫です。はい。それでは、こちらね、カードのご説明していきます。 左のこちらの2枚のカードが仕事運と勉強運。仕事運と勉強運です。はい。そして真ん中の2枚のこちらのカードが恋愛運と対人運です。はい。恋愛運と対人運です。はい。そして右のこちらの2枚のカードがお金。ね。金運と豊かさ。金運と豊かさを読んでいく予定となっております。はい。それでは早速カードオープンです。 はい、オープンしたのでね、早速見ていきたいんですけど、すみません。こちらから読んでもよろしいでしょうかすみません、今回。えー、お金、ね、金運豊かさから読ませていただきます。すごいの、これ、すごいのよ。すごいの、見て。ラバーズのカードとね、こちら、ウィッシュカードって言ってさ、もう、豊かさっていう、本当にそのカードが出たから。いや、今月、天秤座さんはね、めっちゃ豊か。 めっちゃ豊かよって言ってる、本当に。凄そうよ。もう心の中で、心も、あの、お金もザクザクみたいな。なんかすごいいっぱい入ってくるようなイメージだし、あとね、夢をつかむ、夢を叶えるとかさ。うん。いやもうこっちも未来がすごく明るい。そういう感じのカード来てますからね。うわ、楽しみ。 今月すごいぞ、本当に。もうこれ本当にお金的なものだったらザクザク入ってくる。本当に豊かですよっていう。もう願い叶いますよっていうカードなの。何かもしかしたらあなたが少し前にお願いしていたことが叶うのかもしれないよね。凄そうです。しかもさらに未来が明るいっていう場合もあるし、パートナーシップえー、っと、相手との、その、関係性もすごくいいし、えー、っとね、あと新たな何か、 始まり、ウいウィしさみたいなものも兼ね備えているから、うん、スタートとしてもすごくいい。うん。お金もザクザク入ってきてて、未来に展望も開けて明るくて豊かで、さらに、そう、今から、なんか、もっと豊かになっていくみたいな、そういう状況、すごいんだけど。どうしたどうした、天秤座さん。いやいや、びっくり。え多分これなんか願い叶うんだよ。間違いなくあなたが望んでたことが来るんだよ。おめでとう。 おめでとうございます。すごいよ。すごい。いや、もうこれ、超楽しみにしててほしい、本当に。すごい楽しみにしてて。もう、もう、絶対なんかいいこと来るから。はい。でね、その豊かさ、もう、もうこれ言うことないもん、本当に。願い叶います。いいこと来ます。ね。さらに、明るい未来が待ってます。みたいなね。そういう感じでした。はい。そして、こっちに戻ってほしいんだけど、はい、これね。お仕事運と勉強運ですね。一応、カード出すね。 思って。大きくしておきましょうね。はい。こちらの2枚のカードが来ておりました。はい、読んでいきます。ね仕事と勉強で言えばですね、どうやらね、何かこうなりたいなっていう自分像っていうのがね、すごいたくさんある方なのかなあそ,うそうそうそう。あとはね、アイディアがめちゃめちゃ生まれてる状況っていう可能性もある。うん。こういうことやったら仕事で、うん。 いいんじゃないか。あれをやればいい。これをやればいい。みたいなあなたのアイディアがすごい浮かんできてる。ただもしかしたらこれは他の人から見たらそんなの実現できるわけないだろうっていうそういう感じの可能性もあるんだよ。そう。だけどね、これ否定しないでほしいのあなたが考えたこれって今はもしかしたらできないよって言われちゃうかもしれないんだけど3年後、5年後、10年後実現してるかもしれないよっていうような感じね。 そう。ちょっとそういう風に見てて。すごいのこれ。あとね、そうそうそう。そうこれね、あなたが考えたことあるじゃん。それね、メモしといてっていう感じ。も,うもったいないからこれ。これそのまま、あの、右から入って左に出てくみたいな情報として持つにはもったいないからあなたが今考えたこと、ぜひとも何か形にして残しといてって言ってる。うん。すごいこれ、多分。 未来に関して何かあなたのインスピレーションがさえ渡って今は無理かもしれないって言われてることが実現するそういうきっかけみたいなものをねあなたがすごいたくさんの未来を持っているっていうそういう感じねうん学びたいことがこれだけあるっていう可能性もあるしねそうあなたができることがこれだけあるよっていうことかもしれないしすごいんだよそうででねこっちのカード見てほしいんだけどこれねあのね ちょっと自分に対して困難なこととかピンチなことが起こるっていうそういうカードでもあるの。だけどね。だけどなのよ。これピンチがチャンスに変わるカードなんですよ。そう。これもチャンスかなうん。だから、このチャンスをね、そう。今はもしかしたらピンチかもしれないんだけど、ね、今現状はピンチかもしれない。でもそれね、必ずいい方に転ぶし、あなたのためになることですよってすごい言ってくれてるから、あのね、なんだろう。う 流れに身を委ねるじゃないけどさ。うん。そのまま言っていいよ、みたいな。うん。大丈夫だよって言ってくれてる。と思ってください。はい。これもすごいね。仕事と、お、あの、学びか。いや、これね、すごそうよ。あなたの持ってるインスピレーションやそれらのね、夢、みたいなものをね。うん。捨てないでって。もったいないよって言ってる。そう。 で、今あるあなたのピンチあちゃーって思ったことはね、必ずいい方に好転。ね。いい方に転ぶから。間違いないよ。チャンスだよって言ってくれてる。ね。はい。ということでね、最後にこちらの。 対人と恋愛を見ていくわけですが、こちらに関しては少しね、低迷している感じはあります。はい。どういうことかというとですね、こちら4、ね、カップの4のカードなんですけど、これはね、安定とかっていうものになるので、今の現状、うん、悪くはないよね、そのまま行っても、というようなね、安心できる状況下にあります。ね、あなたの今の対人なのかな、うん、お家の状況なのかな、相手との関係性なのかな、うん。 そう。今の状態で満足です。もうこれ以上いらないです。みたいな感じの、なんか幸せ感っていうのがあったんですよ。しかし、しかしですね。どうやらあなたはそれに飽きてしまったようなんですよ。ね。1年前にはこの状況を望んだはずなのに、ねこの状況を望んでいたはずなのに、急に、あれ、そうだったっけなーってなっちゃったのね。 なんでかっていうと、今の状況に慣れてしまったからなんだよね、あなたが。そう。目指していたゴールに来て、嬉しいと思っていたはずなのに、ね。そこで、ずっと居続けたことによって、マンレリを感じてしまっているんだ、あなたが。うん。関係性なのかな相手との、そう。今まであんなにこの場所がいいと思っていたのにおかしいな。はあ、なんかちょっと足りない。 そう。なんかちょっと足りないっていう刺激を求めるあなたが今いるようです。はい。対人関係ね。えっ、ー、と、恋愛関係。これはね、言ってしまえばですね、新しい何かを取り入れてくださいとね、もしかしたら言ってくれている。もしくはあなたが望んでいるのかもしれません。これは人なんじゃないかうん。新しい人。うん、可能性はありますね。 別に好きにあ、新しい人を好き、好きになるっていうわけじゃないんですよ。新しい誰かが入ってくることによって、今の状況が、ね、なんかちょっと、なんとも言えない感じだなっていうのに刺激がやってくるんですよね。そう。新しい人がやってくることによって、今までなかったものがあなたに与えられるわけですよ。その人が。その人が来たことによって、あなたがまた新しく、おーってね、自分自身に楽し、楽しみ。 楽しみっていうのかなそういうものが芽生えてくるんですよね。うん。これは多分ですね、新しい人、そうですね、こういう関係を広げてみてはいかがでしょうかもしくは、一歩踏み出してみてはいかがでしょうかのようなそういうこと。これさ、婚活っていう可能性もあるかも。なんか3人で悩んでたね、今まであなたが。 誰にしようかなじゃないけど。うん。こういう条件、お金はこれだけあって、ね。優しくて、ね。で、イケメンみたいなところがあったんだけどさ。それとはまた違うんだけど、別のいい人が出てくるわけ。とかね。そう。あれいいじゃんみたいな。そういうことになるかもしれないしね。はーい。ちょっとそういう感じでも。 見て取れました。そう、マンネリっていうところで言えばね、現状、いい、すごくいいんだけど満足できない。ね、刺激が欲しいっていう感じに見える。はい。そして、それらに関して新しい人が入ってくることを、もしかしたらどこかであなたが拒んで、拒んでいるかもしれないと思ってください。えっとね、対人関係が苦手な人もいるのかも。そう。 新しい何かがやってくることが苦手な人っていうのもいるのかもしれない。そう。そうね。そんなことないよって人は、ね。今の現状に刺激が欲しいならもう新しい人入れるのが一番だと思うんですけど、それがね、ちょっとね、難しい。自分にはできないみたいな、そういう気持ちになってしまっている人がいるかもしれない。そう。そういう感じで見て取れる。うん。 あなたがもしかしたら今までね、されてきたこととかさ、昔のトラウマとかが関係しててさ、いや、あのー、なんだろう、失敗しちゃった経験とかね、そういうことがあって、なんかね、新しい人と新しい関係を築いていくことにすごく抵抗があるとかね、そう。ってことを言ってくれてるかもしれません。はい。そうですね。でもね、新しい人来そうですよ。うん なんか、やってきたいなって、あなたのところに来たいなっていう人、ほら、これもそうだし、これもそうなんだよね。何か光がやってくるみたいなメッセージで、新しい人来んじゃないこれ間違いなく。あなたの、なんていうのかな、そういう、閉鎖的な空間っていうの現,現状あなたはここで生きているっていう、こういうお家の中とかね、社会の中、仕事場とかがあって、そこからね、またね、 少し扉を開けていって、新しい人を呼び込むだとか、あの、この丸をね、広げていくだとか、あなたが別の場所に行ってみるっていう、そういうことをね、多分対人恋愛では言ってくれてる感じがする。今の状況に飽きてしまったあなたは、飛び出す勇気を持て、みたいなね。 そういうことかもしれません。はい。いかがでしょうかこんな風に読めましたが。うん。今月ね、こんなことが起こるかも。ね、かもです。かもしれません。いや、でもこっちは来るよ。間違いない。これは間違いないよ。すごいよ。豊かな。豊かな状況は全間違いないです。はい。それではね、えっ、ー、と、キーワード出していきたいと思います。はい。キーワード引いてきたんですけど、今日はですね、どうやら2枚だったようなので、出していきたいと思います。はい。まず一番初めはこちら。 いや、スイカミがいろいろ言っちゃったからさ、反発する力が強いかも。ごめんね。あなたがノーだというときはノーです。はい、そう。もういいんですよ。全然構いません。もうスイカミがゴーだとしても、あの、あなたがノーだと思ったらノーでいいんです。ノーと言ってください。構いません。ノーでいいんです。もう、ノーだなと思った瞬間、ノーでいいですよ。はい。できない。もうノー !OK <laughs> です。いいんです。全然問題ないんです。はい。次、2枚目のカードはこれ。 衣のカードが来てて、衣替えの季節にしてはちょっと遅いかいや、そんなことないか、ちょうどいいかなうん。なんか衣服を変えるように、自分のまとっているものを変えるというようなことかもしれませんしね。はい。衣、何か、多分、洋服新しい何か洋服をね、手に入れるそれであなたのなんか勇気が湧くみたいな、そういうことかもしれないしね。身につけるものだったりするかもしれない。衣、あなたの周りをまとうもの、ね。 あとこれ、両方ともブルーのカードが来ているので、青とかそういうものかもしれません。はい。このキーワードちょっと覚えておいてください。はい。はい。はい。そして最後です。最後はこちら。はい。ラッキーから出してきたので見ていきましょう。こちら、薄紫色です。はい。今月、天秤座さんは薄紫色のものを身につけたり、はい。えー、選ぶときにね、これを、この色を選んでみるといいかも。 知れません。しかし、選ぶのはすべてあなたです。いいですかあなたが選んでいいんですよそう。そういうことです。すべてあなたが決めていい。それを言っておきます。はい。ということで、今回のリーディング終わっていきたいと思います。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。皆様お疲れ様でした。それではまた別の動画でお会いしましょう。バはハ,ハ、い。いこと来るぞ 最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは別の動画でお会いしましょう。バハーイ。